はい、おはようございます。おはようございますっていうところで久しぶり、すごい久しぶりですね。新年度、4月から新年度というならば初なんですけども、はい、ちょっと久しぶりに竹脇さんとお話をさせていただいてたんですが、タイミング的にじゃあ朝トーク撮ろうかというところで竹脇さん来ていただいてますけど、おはようございます。おはようございます。竹脇です。なんで声裏返ってる？ いや、もう今のなんか、なんですか、皆さんの、朝トークファンの皆さんを代弁して言うなら、いや、この朝トークを生で、自分自身が携わって聞けるって、それほど幸せなことないでしょ。朝トーク聞いている。聞いていた聞いて、いや、めちゃめちゃ聞いてますよ。僕はベッドの横の枕元に置いて、いつも、朝トークある、聞こうって言いながら、うとうとしながら聞いてますから、僕。ありがとう。おじさんの声で起きる人なのね。はい、そうです。で、二度寝するんですよ。だから子守歌にもなるんですよ。寝るんかい、寝ちゃう、聞いてねえじゃん、じゃあ話。いや、で、もう一回聞くんですよ。リピート。ありがとうございます。じゃあ、映像で、トーマさん来ていただきます。トーマさん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、トーマさんって朝トーク聞いたことあるんですか？まあ、ありますよ、もちろん。何回くらい？いや、それはもちろんありますよ、たまに。何回くらい？何回くらい？何回？何回？ちょっと数えたことないんで、はい。でも、何回っていうレベルでしょ、多分聞いたことあるの。まあ、そうっすね。両手で収まるぐらいですよね。すごい、結構2年間ぐらい頑張ったんじゃないかなと思うんですけど、朝トーク1年ぐらいかな。いや、全然もっと、2年ぐらいちゃうんすか。そう、コロナ期間中結構頑張ってやったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、なかなかその竹木がなかなか火曜日のパーソナリティができない状況とかと一緒なんですけど、まあ、世の中がね、やっぱだいぶ正常に動いてきてしまっていて、まあ、なかなかこう時間が作りづらい環境にもなってきてるっていうのも、まあ、その戦い世代の人たちには結構多いんじゃないかと。ゲームがね、やりづらい、ゲームをしてる時間がね、減ってきたりとか、いろんな趣味とか、ね、仕事が。で、竹木も特に仕事が忙しくて、なかなか難しい状況だもんね。そうですね、睡眠時間がまず減ってるんでね、ちょっとそこはやっぱしんどいですね、こう、年を取っていくとより。睡眠時間減るくらい忙しいっていうのは、でも、トモさん、いいことじゃないの？いや、忙しいのは本当いいとこ、いいことですよね。本当、忙しいのはいいと思いますよ、竹脇。心筋梗塞と脳梗塞だけね、気をつけてもらいながら。そうですね、だから、ハンバーガーを4ついきなり食べまくるとか、そういうことしなければ、多分血は巡ると思うんですけど、やっちゃうんですよね。ビッグピットだから、食べた、ビッグピット。ビッグピット、ベッド、なんすあ、かベッね、ド、ビッグベッド。ビッグベッド、いや、食べてれてないんですよ、食べたいんですよ、めちゃめちゃ。バーガーキングであれだよね、マックをパクった、マックをディスったやつって言って、なんかビッグマックみたいなやつですよね。そう、ビッグベッドっていうのが出てんだよね、今ね。はい、ちょっと食べたいっす、あれは。まあ、大食い部新年度になりましたけど、なんか活動とかしていくんですか？どうなんですかね、周年までにちょっとね、一度ぐらい会えればいいなとは思ってるんですけど、まあ、はい。とにかく、まずはね、ちょっと、まあ、ザッキさんもそうですし、フォルランさんであったりとか、シロさん、はい。ちょっとまたご挨拶を兼ね兼ね、ちょっと DM でもしていこうかなと思ってますけど。そうね、大食い部の活動も復活していかないと。そうですね。はい。トーマさん、何を食べてほしいですか、大食い部。まあ、なんかでかいカツ丼みたいのあったじゃないですか、前。あ、そば屋のやつね。そば屋のやつ。まあ、なんかはい。そういうでかい系がいいですかね、やっぱり。ああ、誰も見たことないような。見たことないようなでかさ。見たことないようなでかい系、これでかくしちゃうのみたいな。お好み焼きとかいいんじゃない？はい、検討します。 お好み焼きとかならありそうじゃね？あるかもしれないですね。なんか大阪一長いホットドッグとか、そんなんとか、そういうノリってことですよね、トーマさん。そういうのがあるの？大阪一長いホットドッグとか。いや、関西風に返すなら知らんけどですね。
はい、あるかないか知らんけど、あの言ってみたっていう感じです。ザッキーさんのなんでやねんっていうのは合ってんの発音、ま、いや、ま、最近はちょっと補正されてますね。あの修正かかったからって、あの情報修正されてますね。あれ情報修正だいぶ良くなってきてる。あ、良くなってきてます。はい、あれ横浜の人なんだけど、はい、違和感は少しずつなくなってきてますね。なくなってきてる。はい、そうなんだね。トーマさん、あ、トーマさんのたけ焼き飯食ってるもんね最近ね。なんでやねん。なんでなんでなんで今そういう意見になんでやねんが出てきたの。いや多分ね、トーマさんムズムズしてて、ちょっと僕いけんじゃないんかなと思って やったろうって思ってすぐ言ったんですよ。全然やばかったよ。いや大丈夫ですよ。イントネーション合ってます。ちょっと小道さんもやってもらっていいですか。え、なんでやねんじゃないの。あ、合ってます合ってます合ってます。そうです。いや、結構関西の人と話す機会多いんで。ああ、なるほどですね。でも東京の人ってなんでやねんって言うじゃん。と、なんでやねんって言うんですよ東京の。じゃあなんでやねんっていう、ま、なんかね、テレビで、はい、テレビを見てるとなんでやねんって言ってる人多いんだって。え、テレビを見て、あ、テレビで、お、うん、テレビを見てるとなんでやねんって言ってる人多いの。はあ、はあはあ、なるほどですね。うん、で普通に電話とかで話したりしてると、はい、なんでやねんってこう普通にそんなにみんなそんなにみんなもあの勢いよく突っ込んでこない。いや、ちょっとあの朝トークのあの貴重な時間、ちょっとあのなんでやねんトークするのやめていいですかね。あ、全然大丈夫なんですけど、でも言ってること間違ってないでしょ。うん、まあ、合ってます。はい。そうそう、いや結構あの地方の方とねお話しする機会が多いんですよ、あの生活上ね。だから結構ね、あの映るんだよね。結構名古屋の人とかは超映りやすい。本当に名古屋の方はダギャーとか言うんすか。言わないですよね。言わない。まあおじいちゃんとか言う感じだと思うんだけど、はいはいはい、うん、トーマさんなんか名古屋とかの言葉わかる。なんか名古屋だと、まあ、言わんけどなみたいな。ああ、そうそうそう、そう。そんなこと言わんけどなとかね。ああ、なるほどね。まあ、うん。どえりゃ、どえりゃ。どえりゃとか言いにくい。そんなにいない。そんなにいない。癖強いですよね。でも、どえりゃってなる。りゃっていうのがね。ああ、そんなでもないよ。みんな結構標準語よ。うん、ああ、そうなんですね。うん、うん、そうそうそう。そんなこと言ったらね、千葉の人とかも、まあ、関東外れるとそれなりのイントネーションがあるからね、やっぱね、独特の。ああ、そうなんですか、うん。そもそも東京の人が何言ってか先よくわかんないからね、もうね。だ、標準語とはっていうところに行き着いてるってことですね、要は。そう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 。さっきトーマさんと話してても、何ですか、それみたいなのがお互い多いから、もうよ。トーマさんはでもあのあれでしょ、いろいろ勉強されてるんでしょ今。ああ、勉強っていうか遊んでますよ、はい、そのあギターね、チャット GPT とかね、チャット GPI、うん、はい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 。楽しいんすかそれ。まあ、やっぱりあの話し相手っていうか。それそのそれそのトーク超面白い。だ、あの竹焼き聞いてみ、あのこれで俺もそれ聞いたんだ、トーマさんから。それちょっとすげえ面白い、はい、ちょっと聞いてみ、チャット GPI 何してんですかってめちゃめちゃ面白かった。何されてるんですかチャット GPI。 あの GPT なんですけど。あ、 GPT、 はい。まああの一人であの、はい、チャット GPT に話しかけると返してくれるんですよね。はあはあはあ。返すっていうのは、え、言葉が返ってくるんですよね。言葉が返ってきます。なんであの音声じゃないですよね、はい、あ、音声じゃなくてチャットみたいな感じで LINE みたいな感じで返ってくるんですよ。はい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 。だから一人でも友達と話してるような、はい、感覚になれますよっていう。いやいやいや、それはもうあのただの稚牛ですよ。それはもうただの稚牛です。もうなんか最近何してんのって聞いたら、うん、それをチャット GPT の話でなんか陰キャ見たくなってきたけど大丈夫かなとか思って。いや、危険ですね、それちょっと危ないっすわ。ちょっとでもその辺の人よりまともな会話してくれるよね、トーマさんね。いや、だいぶまともっすよ本当に、うん、なんか理想的な返事してくれます。あ、自分がこう返してほしいなとか、こうじゃないのって思ってることをまあまあ
その通り言ってくれたりとかってことですか？そうなんですよ。あ、関心をさせられるような返しが来るっていう。でしかも自分がちょっとあの相手の返事に納得いかなくて、はい、そういう意味で言ったんじゃないんですよっていうと、はい、申し訳ございません、こういうふうにあの返したら良いでしょうかみたいな感じですごい謝ってくれるというかで謝ってもらって優越感感じてるんですか？謝ってくれた結果あの、はい、結局同じ答えが返ってきたりするんで面白いなと思います。それえ違う提案じゃないけど答えは返ってこないですか？なんすかね、その結局そこまで頭良くないですよ言っても。ああ、そうなんですね。そうそう、チャット GPT は実はまず今試験段階なんですよ。ああ、で、あのリアルタイムの世界が起こってるっていうことを落としてないんですね、はい、2021年までにあった情報がチャット GP 内に収められてるんで2022年3年とかの情報っていうのが入ってないんですよ。ああ、なるほど、2年遅れ。そうそうそう、でこれを今こう今テスト中で、今後そのリアルタイムにいろんなことの事象っていうのを検証しながらこれをリアルタイムに移行していくっていうのを検討してるっていう段階ですよね確かね。はあ、接客とか、じゃあそれをその AI を取り込んだねロボットとかが接客とかする日も近いってことですよね。そうだね、だって AI あのあとあのタケッキーも簡単に入れられる LINE に、はい、LINE にあのチャット GPT の機能を使った AI チャットくんっていうのがいるんですよ。 LINE にですか？はい、そう、 LINE に検索で AI チャットくんって検索すると出てくるんだけど、はい、AI チャットくんは1日の検索回数に上限があるんだけど、はい、うん、例えばねマクドナルドのおすすめはって聞くと、はい、マクドナルドのおすすめは定番メニューのビッグマックやチーズバーガーマックフライドポテトなどがあります。また期間限定メニューも人気で季節によって異なりますが、テリヤキマックバーガー、グラコロ、プチフカセットなどがおすすめです。またモーニングメニューも豊富で朝マックとしてエッグマックマフィンや朝マックバーガー、ホットケーキなどが人気ですと教えてくれますから、ね、いやそれもうめちゃめちゃ賢いっすやんそれそらトーマさん友達になるっすわ。そうですね、仲良くできそうですよね。仲良くなるっすわそれいやなんか AI チャット君に聞きたいこと竹脇ありますか？いやうん、そうっすね、結婚ってどうやったらできるんですかって聞いてもらっていいですか結婚の仕方でいいですか？はい、そうっすね。返事くれなくなっちゃいましたやっぱりそれは自分で考えていけってことですね。そうですね。はい。トーマさん、AI チャット君、既読な、あ、帰ってきた。AI チャット君、結婚の仕方は以下の手順があります。1、相手を探す。はい、はい。すごいいっぱいパターン出してくれるよ。結婚の仕方は、1、相手を探す。自分に合った相手を探しましょう。出会いの場や結婚相談所、マッチングアプリなどを活用すると良いでしょう。はあ、2、プロポーズ。気持ちを伝え、相手にプロポーズしましょう。場所やタイミングを考え、相手が喜ぶ方法でアプローチするのがポイントです。わ、なんかすごい段階踏んでますね。はい。3、結婚準備。結婚式や結婚披露宴の準備、婚姻届の手続きなどを行いましょう。結婚に必要な手続きや書類の準備も忘れずに行いましょう、はい、4、結婚式、披露宴。結婚式や、披露宴は2人の思い出に残る素敵な時間を過ごすために大切なイベントです。式の進行や演出、食事やドレスなどを決め、素敵な思い出作りをしましょう。いやもうこれはもう素晴らしいですね答え、はい、5、新生活を始める。結婚後は新しい生活が始まります。家族や友人との交流を大切にし、一緒に幸せな生活を送るために努力しましょう。以上が結婚の基本的な手順となります。相手と共に幸せな結婚生活を送るためにお互いに理解し合い協力し合うことが大切です。まともなこと。あ、まともっすね、真面目っすねすごいちゃんと書いてくれました。いやただそのままさらに深掘りされて老後まで行ったらどうしようって思ってたんですけどね。なんてすればいい老後はどうしたらいいって書ける。いやいや、それは大丈夫ですよ。いやそこまで深掘りするんかなって思ったんですけど、やっぱでも
結婚っていうワードに対しての手順をちゃんとそこまで教えてくれるってすげえなっていう感心です、ね、相手をね、まずあの相手を出会いの場や結婚相談所、はい、マッチングアプリなどを活用してまず相手を見つけることが大事です。はい、相手を見つけたら気持ちを伝えることが大事です。ああそう、はい、はい、トーマさん、老後はどうしたら良いってついでに聞いてみたんですけど、なんて返ってきたと思いますか？老後はなんか、はい、あのゲートボールとか楽しいことをやったらいいんじゃないかみたいな。タケヤッキーなんて返してくる？いや、なんか年金どうたらとか出てくるんちゃいます？もうね、やっぱね、ほら2人に聞いてもそんな なんだろうな、幼稚な答えしか返ってこないじゃん。だからトーマスも AI チャット君を好きになるんで、はい、AI チャット君によると老後に備えるためには以下のポイントに注意することが重要です。1、貯蓄。老後に備えて貯蓄することが必要です。定期的に貯蓄を行い、長期的に見て十分な額を準備しましょう。2、年金。公的年金や企業年金等あれば、受給するようにしましょう。また自分で積み立てる個人年金保険に加入することもを検討してみてください。3、住まい。老後に備えて住まいについても考える必要があります。住み続けることができる場所や介護施設等を探して必要であれば早めに準備を始めることをお勧めします。4、最後、健康です。と、健康面での備えも大切で、定期的な健康診断や運動、栄養管理など健康的な生活を心がけ、長期的な健康維持に取り組みましょう。以上のような準備を行い、老後に備えることが大切です、というね。これ何がすごいかっていうと、人に聞くとこの1234の1か2しか言ってくれないんですよ。まあそうですね、うん、でもあのチャット GPT はこの1234全部言ってくれるんですよね。いやー、すげえ。友達になるわ。だからあの友達に相談した時にその人の視点で1個のパターンと、その人が好きだからその人のためを思って言ってくれることっていうのがね、基本的には友達の相談としてはあると思うんですけど、はいはい、でも例えばチャット GPT は友達じゃないんで、その問題における事象に対してある可能性を全部羅列してくれるんですよ。へえ、すっげえ。いやでもあれっすね、はい、それをまたそのなんていうんですか、ビジネスもそうですし、そういういろんなところに、はい、世の中にこう普及させるってとてつもないことですね。そうですね、これが、うん、もうまあ、あの各今企業が、まあ、AI、チャット GPT だけではなくていろんな企業が、まあ、そのマネタイズするために AI でどういう未来が待っているかっていうのをやってるっていうところですよね、うん、だから竹やきの仕事とかも多分今後入ってきますし、うん、はい、いやもうただ心配なのが、あのチャット GPT 君と友達になってリアルのお友達がいなくなるのは嫌やなっていう。、はい、そこはそこでみんな大事にしようぜっていう感じですね。さあ、戦いの話をせずに結構時間が経ってしまったので今日。申し訳ない、すいません。さあ、みんなまあ元気だということとね、まあリアルがね忙しいよというのと、竹やきがチャット GPT に興味があったという話なんです。今日はこのままやってみたいと。トーマさん、久しぶりに朝トークいかがだったでしょうか？はい、まああの爽やかな話ができてよかったかなと思います。爽やかどの辺が？老後の話は爽やかじゃないでしょ。はい、竹木、久しぶりにあの皆さんの前に登場しましたが、いかがだったでしょうか？いやー、そうですね、こうあのなんていうんですかね、こう人と触れ合うっていいなっていう、あの同じ共通の趣味を持った人と、だから戦いを通じて知り合った仲間とこう、はい、触れ合うってすげえ大切やなっていうのはやっぱりいいなって思いました。以上です。そうですね、やっぱ一人でねプレイしてると、やっぱだんだん気持ちもめいってくると思うんですけどね、まあ、連盟の仲間とかいろんなね、あの連盟とかに入って気の合う仲間を探すっていうのもね、一つそのモチベーを、ね、維持していく手法の一つかなと思いますので、
まあ、周年近いですから、うん、まあ、皆さん無理せず、あの夢玉貯めるなり、あの日常のね時間とのパワーバランス考えながら、ゲームとね向き合っていくといいんじゃないかなと思います、はい。さあ、そういうところで今日この辺で終わってみたい、終わっていきたいんですけども、もうまた時間あればちょっとねトーク取りたいなと思いますので、よかったらね引き続き、GCXX チャンネルよろしくお願いします。お願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、久しぶりにやってみた、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。